こんにちは、ゆきえです。今日は、あげく、かいがある、かいもなくを勉強しましょう。まず、あげくです。皆さんは悪いことが続いて起こることがありませんか例えば、今日は、 はじめてのデートです。きのうのよるたのしみでなかなかねることができませんでした。そのためあさおきるのがおそくなりました。ねぼうです。ごはんもたべずかみもセットしないででかけました。がんばって 急いで行きましたがデートの時間にも遅れてしまい結局彼女にふられてしまいましたデートの日寝坊して急いだ挙句遅刻して彼女にふられてしまいましたデートの日寝坊して 急いであげく、遅刻して彼女に振られてしまいました。彼女に振られたことはいいことですか悪いことですか悪いことですね。悪い結果を言うときに使います。A、挙げく B は A は いろいろしたこと、がんばったこと、長い間したことです。B はその結果です。悪いことや残念なことを言うときに使います。そしてこれは実際に起こったときに使います。未来のことに使うことはできません。 皆さんはラーメンは好きですかラーメン屋は長い時間並ぶことがあります。2時間並びました。ラーメンを食べるために2時間並ぶのは長いですよね。でも2時間という長い時間並んで待ったのにラーメンが なくなってしまったようです。ラーメンがなくなったので、食べられませんでした。ラーメン屋に2時間並んだ挙句、食べられませんでした。ラーメン屋に2時間並んだ挙句、食べられませんでした。悲しいですね。 彼は会社員です。毎日残業をしています。毎日ですから、これは長い間頑張っていることになりますね。でも、毎日残業していたらどうなりますか病気になってしまいます。彼は、 毎日の残業のあげく、病気になってしまった。さあ、では、ここで接続の確認をしましょう。急いだあげく、並んだあげく、残業のあげくを使いました。 並んだ、急いだは動詞の多形です。残業は名詞です。動詞の多形、あげく、名詞のあげくを使うことができます。一つ二万円のアクセサリーが欲しいです。 2万円高いですよね。高いので、買おうかどうしようか考えます。1ヶ月考えました。その結果、どうしたと思いますか買おうかどうしようか、1ヶ月考えた挙句、買わなかった。 買おうかどうしようか1ヶ月考えた挙句、買わなかった。彼女はピアノを弾いています。実はピアノの練習はあまり好きではありません。でも練習をしなければいけないので毎日何時間もピアノを弾いています。 どうなったと思いますか毎日何時間もピアノを弾いたあげく、指をけがしてしまいました。毎日何時間もピアノを弾いたあげく、指をけがしてしまいました。毎日何時間もピアノを弾いたあげく、ピアノが、 嫌になってしまいました。毎日何時間もピアノを弾いてあげくピアノが嫌になってしまいました。弟はサッカーをしています。練習しすぎて怪我をしてしまいました。弟は毎日の練習のあげく怪我をしてしまいました。 弟は毎日の練習の挙句けがをしてしまいました。弟は毎日練習した挙句けがをしてしまいました。弟は毎日練習した挙句怪我をしてしまいました。ではここで会話の例を見てみましょう。どうしたのそんな顔して。 きょうさんざんなひだったよ。なにかあったのしごとがいそがしくてひるのきゅうけいがおそくなったあげくレストランにいったらかいしゃにさいふわすれててさ。ひるごはんたべられなかったのうん。たいへんだったね。 では次は、かいがあってです。先生に勉強を教えてもらいました。だから大学に合格することができました。この場合、どんな文法を使いますか先生のおかげで大学に合格することができました。 おかげでを使いますね。先生に教えてもらったから大学に合格できたという感謝の気持ちが入っている文法です。では次はどうですか毎日10時間勉強をしました。 10時間頑張って勉強をしました。だから大学に合格することができました。この場合、勉強したのは自分です。10時間勉強をしたおかげで大学に合格できました。ん少しおかしいと思いませんか 自分に感謝の気持ちを持つって変ですね。この場合、おかげでではなく、10時間勉強した甲斐があって大学に合格できましたとすることができます。A、甲斐があって B は、A、 大変なこと、辛いこと A という大変なこと、辛いことを頑張ってしたら B という良い結果になりましたという意味です B は A の効果があって良い結果になったという意味です感謝の気持ちは 入りません母は病気です。治療を受けるのは大変です。でも母は病気と闘うことを頑張りました。母は治療の甲斐があって病気が治りました。母は治療の甲斐があって 病気が治りました。治療という大変なことを頑張って治るという良い結果になりましたでは接続を見ましょう勉強した甲斐があって治療の甲斐があって勉強した動詞のがあ 多形です。治療、名詞です。動詞の多形かいがあって、名詞のかいがあってになります。皆さんは何か大変なことを頑張って良い結果になったことはありますか私は 高校の頃、ソフトボールをがんばりました。毎日つらい練習をがんばって、東京で優勝することができました。毎日つらい練習をした甲斐があって、東京で優勝することができました。 毎日つらい練習をした甲斐があって、東京で優勝することができました。彼は子どもの頃、背が低かったです。牛乳を飲むと背が高くなると言われています。だから彼は子どもの頃、ずっ と牛乳を飲んでいました。そうすると、良い結果になりました。背が低かったから、牛乳を飲んだのですから、良い結果は、このように背が伸びたことですね。彼は、牛乳を飲んだかいがあって、背が伸びました。彼は。 牛乳を飲んだ甲斐があって背が伸びました。会話をするときには、甲斐あってということが多いです。甲斐があっては文章に書くときやかいときに使うことが多く、普通に会話をするときには、甲斐あって とといいうことも多いです意味は同じです。かいがあってではなく買いあってでもいいです。毎日つらい練習をしたかいがあって東京で優勝することができました。毎日つらい練習をしたかいあって 東京で優勝することができました。でもいいです。彼は牛乳を飲んだ貝があって背が伸びました。彼は牛乳を飲んだ貝あって背が伸びました。どちらでも大丈夫です。こんな使い方もできます。この友達は、 彼女が大学に合格したいと思っていることを知っています。そのような時の会話です。10時間勉強した会あったよ。と彼女が言います。そしたら友達は、あ、大学に合格できたんだと 推測をすることができます買いがある」は「良い結果になった」という意味ですから「良い結果になった」「大学に合格したんだ」と推測することができます。うん、着物着たいって言ってたよね。着られてよかったね。うん。 日本に来た甲斐があったよ。日本に来てよかったという意味ですね。このように甲斐があっての後ろに良い結果を言わなくても意味を推測することができます。このような使い方もできますね。では、 次、10時間勉強をしました。でも、大学に合格することができませんでした。勉強した甲斐がありました。違いますね。良い結果ではないですから、この場合、勉強した甲斐がありませんでした。 勉強した甲斐がなかったとなります。勉強したけど自分が期待していた結果にならなかった、効果がなかったときに使います。母は病気です。病気の母は治療を頑張りました。 でもその効果がなく悪い結果になってしまいました。病気の母は治療の甲斐がなくなくなってしまいました。甲斐がないの場合甲斐がなくでもいいですがかいもなくと使うことが多いです。 意味は同じですが、かいもなくの方が自然に使うことができます。彼は牛乳を飲みましたが、背が伸びませんでした。彼は牛乳を飲んだかいもなく、背が伸びなかったと使うことができますね。 では、見てみましょう。毎日ご飯の量を減らしてたのにその貝もなくて全然痩せなかったお菓子も我慢してたのにね,ねこのように残念な結果ですよねでは次は「貝がある」のもう一つの使い方です 私の彼は私が料理を作るととてもおいしそうに食べてくれます。料理を作っておいしそうに食べてくれるととてもうれしくなりますよね。また作りたいと思えますね。そのような時に彼は おいしそうに料理を食べてくれるので、料理を作るかいがある。ということができます。彼はおいしそうに料理を食べてくれるので、料理を作るかいがある。料理の作りがいがある。でもいいです。どちらも意味は同じです。 かいがあるは、えをする価値があるという意味です。彼女に花束をあげると、とても喜んでくれます。喜んでくれるとうれしいですよね。またあげたくなります。彼女に花束を あげる価値があると思うことができます。彼女は、花束をあげるかいがあるよ。彼女は、花束のあげがいがあると言えます。動詞の辞書形の場合にはかいがある。動詞の マス形の場合には、動詞の前にのが入ります。そして、マスを取って、がいがあるとなります。〜何々の動詞、マス形、マスを取って、がいがあるです。このテレビ番組は、 見てよかったと思います。見る価値があるテレビ番組です。このテレビは見る甲いがある。このテレビは見る甲いがある。このテレビは見がいがある。このテレビは見がいがある。息子は勉強を教えるとすぐに できるようになるので教えるのがとても楽しいです教える価値があります息子は教えるとすぐにできるようになるので教える甲斐がある息子は教えるとすぐにできるようになるので教える甲斐がある教えがいがある 息子は教えるとすぐにできるようになるので教えがいがある。このような使い方もできます。自分の仕事に価値があると感じる人はこの仕事はやりがいがあると使うこともできます。やりがいがあるこれもいいです。 そして、この仕事にやりがいを感じると言うこともできます。この仕事にやりがいを感じるとも使うことができます。会話です。昨日プロポーズされたんだ。おめでとう。よかったね。ありがとう。 彼と一緒に幸せな生活できることが私の生きがいだよ。うらやましいなあ。このように会話をすることもできます。ありがとうございました。登録お願いします。